アムンディ・エビアン選手権最終日、14日、エビアンリゾート GC、フランス、6523ヤードパー71より大きい。歓喜の涙が込み上げるフルエアヤカ、写真、2021年の夏、東京五輪、日本代表入りを逃したフルエアヤカは、その悔しさをアムンディ・エビアン選手権にぶつけた。スポット参戦ながら4位に入り、これが米ツアー参戦を決める後押しになった。 そして3年後、同じように、鬱憤をぶつける大会になった。パリ五輪、代表入り、県内の日本勢2番手で迎えた6月、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権。先行レースのラストマッチで2位に入った山下美夢に逆転され、パリ行きを逃した。今年1月から五輪への思いを何度も口にして、今年の目標の一つに掲げていたが、またしてもずかに届かなかった。 今季はここまで8度のトップ10入りがありながら、優勝の2文字はつかみきれずにいた。惜しい場面が続き、もどかしい時間を過ごした先に、日本勢4人目のメジャー開挙があった。今大会は同じフランスで行われ、パリ五輪の前哨戦とも言われた。代表入りできずに、悔しさはあったので、同じフランスで優勝できたのは気持ちを晴らせたかなと思います。1打差2位で最終日を迎えると、 差は2打に広がってサンデーバックナインへと入った。だが、14番からの3連続バーディでチャージ。首位タイで迎えた最終18番ではニオンに成功して3メートルのイーグルトライ。これがウイニングパッドになった。最近まで優勝っていうことを忘れていた。自分から落ちていくパターンも多かった。力が入って悪くなったことが多い。やっと優勝できた。 優勝を決めた瞬間、右手を高々と上げると、うれし涙があふれた。こうやって優勝できたことが自信にすごくなる。一つの壁を破れたのはすごく嬉しい。米ツアー参戦のきっかけを与えてくれた始まりの地で、再び自信を手にした。一時帰国し、パリ五輪翌州であり、ルーキーイヤーに米初優勝を飾った。